ロンドン大火を報じたロンドンガゼット1666年9月号の3から10ページ後年の再版ロンドンガゼットとはイギリス政府による公式な政府広報であり日本国でいう官報に相当するイギリスにおいて一定の法定通知の発行が必要な公式新聞の中で最も重要な存在である現在も発行されている最古のイングランドの新聞や イギリスにおいても発行が続いている最古の新聞であると主張していて、1665年11月7日にオックスフォードガゼットとして創刊した。スタンフォード・マーキュリーやバローズ・ウスター・ジャーナルも最古の新聞だという主張しているが、これはロンドンガゼットが一般的なニュースを報道する従来型の新聞ではないことに起因している。この日種の発行部数は多くない。 イギリス政府による公式新聞はこの他にエディンバラガゼット、ベリファストガゼットがあるが、ロンドンガゼットが扱っている国全体を扱った記事を再編集したのを除いて、それぞれスコットランドと北アイルランドに絞って発行している新聞である。一方、ロンドンガゼットは国内全体を対象にした通知だけでなく、特にイングランドやウェールズの事物や人々に関連する 通知も扱っていたが、スコットランドや北、アイルランドを対象にした通知も扱うことがありそれらもロンドンガゼットで掲載しなければならなかった。ロンドン、エディンバラ、ベルファストそれぞれの官報は英国印刷庁の代理として英国出版局が発行していて国王の著作権の対象となっている。ロンドンガゼットは 一般公休日を除く平日に発行されていて以下のような通知が掲載されることが多い。英国印刷庁は全ての号をデジタル化していてオンライン公開している。公式官報は英国出版局が発行していて破産通知を除いて XML や a t o m ィードを経由した XML ドファを含む複数の機械化読形式で公開している。 マルベラの海戦後にジョンリーックがジブラルタルから帰還したことを報じる1705年5月14から17日付のロンドンガゼット1665年11月7日にオックスフォードガゼットとして創刊した。チャールズ2世と王室はロンドンのペスト大流行から逃れるためにオックスフォードに移動したが、帝臣たちは感染を恐れてロンドンで発行されている新聞を読むどころか触る。 ことすらためらっていた。ガゼットはヘンリー・マディマンによる公的機関発行で、初号はサミュエル・ピープスが自身の日記で言及している。ペストが収束したため王がロンドンに帰還した時は、官報も移転し百6 6 6年2月5日に、ロンドンガゼットという氏名で発行した。ガゼットは現代の基準で言えば、新聞ではなく、公読契約者に郵送される形で、 一般人に販売されていない。また、漢方幸運ハンターはこれから派生したフレーズである、可能性がある。婚約や結婚の通知もかつて官報に掲載されていた。ロンドンガゼットをモデルにした漢方もほとんどのイギリス植民地で発行されていた。ありがとうございます。